パリ五輪に出場する U から23日本代表は、現地時間7月17日に開催国有23フランス代表と本番を前に国際親善試合を実施。前半25分に主将の MF ・藤田ジョール・チマが先制点を奪ったものの追いつかれて1対1で引き分けた。途中出場した浦和レッズ所属の DFO ・畑歩夢は決定機を阻止するブロックを披露し、反響を集めた。 五輪に向けフランス入りした大岩剛監督率いる日本チームは23歳以上のオーバーエイジ選手の入らない構成で本大会に臨む重要なテストマッチだが自国開催で元フランス代表ティエリ・アンリ監督が率いて強化を進めたフランスに序盤から攻め込まれたブロックを組みながらも高い位置から追い込まれてボールを失い相手が決定機でシュートミスをしたことにも救われた しかし前半25分相手のビルドアップにプレッシャーをかけると日本がボールをダッシュ最後は MF 3のヘシュンスケのラストパスを受けた藤田が流し込み苦しい展開の中で1対0の先制ゴールを奪ったこの1点で日本も落ち着きを取り直し全体に互角の試合展開に持ち込んでいった1点リードで折り返すと大岩監督は後半に向け FW 細谷正弘 DF 西尾隆や DF 大畑歩の3人を投入したしかし後半開始直後の2分最終ラインからのボールを FW アレクサンドル・ラカゼットが落としたところをフォローした FW ミカエルをリズが受けると左足の強烈ミドルこれがゴールに突き刺さり1対1の同点に追いつかれた終盤は防戦一方となったが試合はこのまま1対1の引き分け 本大会でもメダル候補と評判の開催国を相手にフランス配りから数日で引き分けた大岩ジャパンは現地時間7月24日にパラグアイとの初戦でスタートするその中で光ったのは途中出場した大畑の守備だったフランスの迫力ある個人技を生かした攻撃に手を焼きながらも日本は勝ち越しゴールを許さず試合を進めた後半28分右サイドを一気に突破され ゴール前で FWR の仮にアンドに合わせられる大ピンチを迎えたが、大畑が決死のブロックでゴールを許さず。この場面にファンからは、大畑君決定起訴し素晴らしい献身的守備、大畑のおかげで逆転を防いだって言っても過言じゃないよ。大畑の守備素晴らしくて目覚めた、あそこ全力で戻れるのいいサイドバックだなすごいディフェンス。サイズない分アジリティ生かしてボールダッシュは素晴らしい。 守備が課題とか言われてたけどオーバーエイジなくてもめっちゃ硬い。と称賛の声が相次いでいた。